さて、じゃあ続きやっていきたいと思います。キノピオくんをね今から助けたいと思います。うわ出た、あいつ裸で木にぶら下がってんだけど、かっこ悪すぎませんそれ。おいおい、こうか、おーよしよしよっ、あ裸だ、かわいそうかわいそうおいえ、あマリオさん、助けていただいておきながらこんな格好で失礼します。マジしっかりしてくれお前、それさすがに恥ずかしいぞ。さっき空飛ぶ船にしかみついていたしげべさんだよね。怪我はないし身軽になったし何があったの。そう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 、彩りタウンからペンキ奪ったあいつらを懲らしめたくて思わず船に飛び乗っついちゃったんですよ。それからしばらく必死でしがみついたんですが、ここでついに力尽きてしまいました。私は悔しいです。せめてあいつらに正義のお説教を食らわしてやりたい。お説教でいいの、優しいねお前。なぜなら私はこの世界を救う正義のヒーローだからです。裸だけど、そっか、じゃあ頑張ってんなマリオ。このキノピオどうしたのかな、なんか今マリオでも言えないような恥ずかしいことを大真面目に言ってのけだよ恥ずかしくなどありません。私は本気で世界を救うヒーローになれると信じてます。あ、じゃあこいつ USA で一緒についてくるキノピオかもしれない。でも確かに今この状況はヒーローとして恥ずかしくありますね。世界を救うヒーローをここ一つ救っていただけませんか、お願いします。いやーね、服がないもんね。こんな格好で風邪ひかれたら世界救ってもらえないし、なんとかしてあげよう。よ、靴あげる。わっ、それはヒーローが大地をかけるオーバードライブグラビティブーツクソダセーなそれ名前。大丈夫かお前、靴でしょただの。はいたーい、ほらズボンあるよ。おう、それはヒーローの腰回りを守るメガギガ スプレンティッドタイツ。言いづらい、ズボンでしょ。もうないよ、ズボン履いた。ヒーローはちょっとだけ恥ずかしいです。もう少しで出られそうです。さあ、あと上着だよね。ベストを探してあげなきゃいけないんだよな、あいつめんどくせえやつだな本当ね。しっかり探してあげましょうか。さあ、ベストは多分こっち側かな。手前側行ってみましょう。ないかな、どっかに引っかかってないかな。うえー、敵うーやめてくれよ。よし、踏んづけたってさあ、バトルスタートでございます。行きましょう。さてと、何使いましょうか。扇風機とか使ってみたいんですけどね。扇風機、大きな羽を高速回転させることにより強い風を発生させるってあるんですけど、なんかもう使うのもったいないじゃないですか。もうもったいないお化けが出ちゃうすぐね。よし、なので普通にやっつけたいと思います。こんな感じでいいかな、ボンボロハンマーと。これで行きましょう、行くぜ。カレーうどん、あーカレーうどんないっすか、ダメか。1,2,3,4 エクセレンツいいぞー。さあ、またパーフェクトボーナス、おいしい。もう一体いるよ、いしょ。ちょ、もう一体やっつけたいけど、ちょっと待て、ほら何がいいかな、みんな。俺腹減ってきちゃったんだけど、これほんと。さあ、また出てきましたね。さあ、カードがね、これ結構なくなってくるな、本当に。大変だな。さあ、このバネジャンプを使ってみましょうか。バネジャンプってどういう効果があるのかね、僕もあんま分かってないんですけど、見ましょうか。敵1体を最大10回踏みつける。1体だけなんだね、バネジャンプって。じゃあ、あまり意味なかったかな。ね、まあまあ、せっかく色塗ったんで使ってみましょうか。で、もう1個は普通にジャンプでいきましょう。やっぱジャンプがね、一番安定してね、強いからね。なるべくジャンプはもっと買っといた方がいいかもしれないね、お店で。ハンマーもね、そこそこ強いんだけど、俺まだエクセレント取れる掛け声ないからね、ほんと。行きましょう。10回踏みまーす。行くぜ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。イェーイ、俺ゲームうまい。行くぜ。1,2,3,4。あ、4回だけ？大丈夫、ゲーム下手？投げねえだろ。もう10回やった時点でね、もう天才的ってやつ。おっしい。そろそろハンマーいい感じに埋まりそうだね。あ、なんかここ、三日月形になんかすげえ、ええ感じにね、よいしょ、色抜けてるんだけど。さあ、ちょっと、細かく、色塗っちゃって、あげましょうか、これ。うわぁ、まだダメ、これ。オッケーイ、おぉ、虹色の、あ、ボロジャンプかける3ゲットした、これ嬉しいな。ジャンプバトルではね、必要ですからね、ほんと。えい。よし、コインもゲットー。なんか色が可愛いよね、この世界。やっぱポップな感じでさ。
ぱこうやってマリオってこうだよな、やっぱ。これは、切り取るわけではないよね、皆さん。まあ、知ってると思いますけど。まあ、俺は知ってたけどね。みんなを試したんだよね。今の。手前に移動する道があったってこと？これベストなくね？もしかして。道間違ったのかな、俺。こっち側行けるか。よし。そう。これ何よ、これ。ああ、普通にあとぶつかってもうだ。さて、うわー、なんかめっちゃ持ってる、こいつ。さあ、タッチでカード選ぼうってことですね。ちょっと今回、なんか使ってみようかな、なんか。ねえ、アイスボールを順に4つ投げるっていう、このね、アイスフラワーを一回使ってみたいと思います。どういう感じで使うんでしょうかね。一回やってみますね。よし。使い方わかんないぞ。うい。あ。あ、最大4つでそういうことか。あ、ためた量によって変わってくるんだね。ちくしょ。あ、やべ、色吸われた。チース太郎か。やめて、黄色吸われちゃった。こいつ覚えとけよ、マジで。あいつ、こいつってあいつだ。あいつ、こいつ、そいつ、どいつ？俺だ。ダイダラだよ。あ、これ、ボロジャンプかける3使ってやろう。もう俺は怒ってる、今。激横だ、俺は。行くぜ。1、2、3、4、5。行きぞ。次、お前だ。お前はほんと人を吸うな。チューチューするな、お前。覚えとけよ。ダメージ食らわねえけど、相当抑えからか吸われるのね。よし、やっつけてやったぜ。わー、青兵法ゲット。いろんな兵法のカードなんか最近ゲットできてるね。フレピー、黄色のね、欲しいね。なんかよいしょ、ブロック壊せ。ブロックも全部紙なんだね、なんてかんだ言って。さあ、なんか一周回ってこっちまで来ちゃいましたけど、兵法がいる。ほらなかったね、こっちになんかベスト。よし、お、一体だけじゃん、これ。じゃ、ちょっとやっつけちゃいまして。なんかないかな、いいの。なんか一体だけやっつけるのに特化したすげえ楽チンアイテムとかあればいいんだけどね。まあいいや、ハンマーで、ちょっとやっつけたいと思います。一個だけでいいよね。よし。行くぜ、バトルスタート。マクドナルド、ナイス。うわ、マクドナルドダメじゃん。うわ、敵やっつけられなかった。ガード、よし。うわ、でも、ガードしても、吸われた。こいつ覚えとけよ。ちょっともう、俺は怒った。普通にやっつけます。ちょっと、何も言わずに行こう、みんな。何も言わない。マリオウェイ！マリオナイスじゃん！うわ、ダメだ、俺もうこのセンスないわ、エクセレントの。誰か助けてくんねえかな、俺を。よし。キノコ。キノコってどういう効果や、みんな。あれかな、あれかなでどれかな、わかんないや。どれかな、わかんないな、みんな。じゃあ、わかんないってことで。さ、手前かはなんか道があったんだよね。なんかさっき気づいたけど。のこのこがいた。やっぱいた。よーし。食らいやがれ。えい。あ、ジャンプしとけよかった。あ、もったいね、ジャンプでやっつけよう。で、これじゃあね、連続ジャンプでやっつけてやれば、多分、ご飯がうまいってなると思うんですよね。で、ボロジャンプかける3でいってみましょうか。これでね、真ん中のやつ。うわ、やばいと思うんだけど、なんとかなるでしょ。行ってみます。俺の予想では、ノコノコが、甲羅で埋もれて死ぬ。で、そこを、俺がまた、踏んで、やるんだ。どうだ！よし！うわ、帰ってきたんだけど。ちょっと、地形によって帰ってくるとかの、それは聞いてない。あ、ノコノコのカードゲットした、やった。切り手じゃない。よし。すげえ面白いな、やっぱこのゲーム。あ、またボロジャンプゲット。よし。俺にジャンプください、皆さん。うわ、こっち行けない、もしかして。行けないんだけど。落ちちゃった。ここまだ、やっぱ来るべきところでは、ないのかもしれませんね、ほんと。俺が結局ここにベストがあるなーとかね、思ってきたんですけど、ね、まだやっぱ今のは、なんかよくわかんない技を覚えてからなんでしょうかね。で、これって欠けてる少し。あ、水車がないからかな、もしかして。えい。お？もしや、これは？水が流れることによって来た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 。水がたまりーの橋がかかるってやつだ。うわー、感動的な物語がよ。こういうことね。あ、なんか下になんか見える、今。え？ブルーのね、ブルーハワイ。
ブルーのブルーハワイって、もう何言っとんねん話だけど。よし。これ壊せない。壊せない。これなんだろうこれ。普通に壊しちゃったけど。おっしー。あれ、何したらいいんだ今から。なんか今下にブルーの、あ、見た見た。青のリトルピンキースターがあるよ。でもあれじゃ取れないね。ってことはつまり、これだー！違う。切り取れない。うわー！やっぱこれまだなんだね、じゃあ。やっぱキノピオくんを助けて、なんか教えてもらうんだって絶対。お偉大だな。おめえだけにとっておきの技を教えてやる。なあ。これを使えばお前は世界のどこでも飛んでいけるんだっていうね。ちょっと意味がわかんねえな。あれ欲しいなあ。これ水面に映ってんのかな、なんか。ちょっとだけ見に行ってみようか。やっぱあれだ。水面に映ってる感じだね、あれ。じゃああれは後で取りに行きましょうか。そんじゃあ、戻りますね。なんか、ちょこちょこね、色抜けをね、見つけちゃうよね。で、色抜け見つけたら、なるべく積極的に、僕はつけていこうと思いますので、ガンガン寄り道しながらね、楽しくやっていこうと思います。寄り道してることだよね、ペーパーマリオって。もうみんなもなんか、うちのリスナーさんも結構買うっていうね、ことは聞いてたんですよ。コメントでもね、たくさん買うって言ってくれてね、すごい嬉しかったんですけど、これ見て買うって方もいたし。なのでね、ぜひともね、ゆっくりとね、俺の進行を見ながらでもいいですし、自分のペースでね、ガンガン進めていってください。あ、こっちはなかった。よし。まあ、でも俺もな、毎日、いっぱいやって、みんなに追いつくように頑張っからな。さてと、ここにはある、あ！ヒーローメモ。うわ、なんだこれ。ヒーローとは、世界を救う選ばれし者だ。俺のこと？正義の力でかっこよく変身。信じればきっとなれる。なんだかそんな気がする。だせー、ウェイ。悪い奴が現れたら、ひるむことなく立ち向かう勇敢に戦う。俺悪い奴じゃないんだけど。さあ、バトルしようぜ、じゃあ。出たら悪者をこの技を受けてみろ。アトミック、ディメンションショット。いた、ダウン、本で殴っただけ。結構強いし。お前覚えとけよ。もう、ボコボコにしてやっからな、おめえみたいな悪い奴はな、これだ。ちょっと画面出してなかったけど。これが突きくだろ、10回踏みつけ。いや、こんだけ踏みつけられたら、お前もう、たまったもんじゃねえだろ、これ。行くぜ。行くぜ。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! まだ体力あんのこいつ。やるな、しかしこれならどうだ。マキシマムボルテックアロー。殴ってるだけ、それ痛いって。お前、ふざけんなそれ。なんやそれ。ちょっと同じのでもう一回いきたいと思います。これで終わりだ。いくぜ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! なんか体力減らした後のオーバーキルはコインが入るみたいですね。あ、いいじゃん、コイン入るんだったら。あ、出てきた。ヒーローっぽい本。何その本？クソダサいんだけど。あ、ちょ待って、先に。レベルがアップ、プッ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 プー、200。ピンクマックスアップ。イェイ。何これ。ヒーローノートをゲットした。え、何このダサいノート。捨てちゃおうかな。あ、ハート出てきた。嬉しい。体力回復しすぎなんだよな、それ。で、ちょっとヒーローノート渡しに行こうか。もう、ヒーローノート渡したらもう、ズボンいらないじゃね、こいつ。ズボンはいらない。ね、ヒーローはズボンを履かないんだ。でも、ベストか。上着を着ないんだ。あ、そのノートは、ちょっとしたいたずら書きですから気にしないで。気にしないでっていうのが、あと一つでヒーローの恥ずかしさは完全に消え去ります。ねえ、お前その本の方が恥ずかしいんちゃうかお前。ね、昔のなんかね、中二病ノートやる。要はうわーっと、なんか来た。痛い。ガードすんぞ、ガードすんぞ。ふぅ、よし、ガードせこう。危ねえ。スイジャーバトル行きましょうか。じゃあどうしようかな、こいつは。ボロジャンプかける2、あ、ちょっとね、ボロハンマーかける3とか使ってみたい、俺。ボロハンマーかける3。ちょっと使いすぎな感じあるけど、俺、失敗するから、行きますよ。ちょ、タイミング覚えよ、マジで。おーって。あ、いけた。
わ、わかった俺タイミング。ほら、わかったもう。簡単じゃーん。オッケー。まあ、一回覚えたらね。前も、あ、またボロハンマーゲットした。かぶったんだけど。ここどこだ今。え？うわ。割れ割れ。あ、割れたんだけど。それ、そういうことするず？何この板。おー、ただの板か。赤、赤プル、プルやな、今の。えい、うわっと、そこでダメージ入ったかな、今の。えい、あー、効いてる効いてる。さあ、1個しかないね、こいつ。よーし。それじゃあ、あ、1体しかいないので、普通にハンマーでやっつけちゃいましょうか。さあ、ハンマー、何しようかなー。ぶっ飛ばしハンマーとかはいっぱいあんだけどね。よいしょ。普通のハンマーがもう持ってないんだよね、全然。まあいいや、この普通のハンマーセットしちゃいましょうか。いきまーす。フライ、もうエクセレントハンマー、いくぞ。エクセレント食らいやがれ。また勝ってしまった。敗北を知りたい。よーし。カード落としてくれねえか。ハンマー落としてくれよ、ハンマー。よいしょ。箱に1枚だけ？冷たいね。これはどこについてんだ？あ、これは、任して俺に。ここでね。切り取る！あ、違う。あれ、違うの？あ、違う。あ、わかった。え、乗れない？え？切り取るじゃなかった。失礼しました。じゃあ、どうやって行くんだろう？こっちか？なんだ？あ、あそこに赤のリトルスターがあるよ。青だけじゃなくて赤もあったんだね。いっぱいあるね、ここ。あ、出た。切り取りタイム。さあ、下亀タッチして切り取りましょうってことですので、切り取ります。こうだな。こっち側からやんなきゃいけなかったんだね。え、でも、キノピオの服ないんだけど。めっちゃ近。楽勝だったね、これは。いやっほー。え、もうゲットしちゃっていいですか？自分ゲットしちゃっていいですかね、これ。ちょ、先にこの黄色いのゲットしとこうぜ。いや、絶対俺ボス戦来ると思ってるから、先に補給しとかないとね。俺不安なんだよね。さあ、ゲットしましょう。やっほー。あれ、コースクリアしちゃったんだけど、ピヨピヨのズボンは？あれ結局、ないけどいいのかな。まあ、いっか。キノピオだし。うん、中二病だしな、あいつ。ごめん、服なかったわ、おめえのって。ちょ、かわいそうだ、さすがに。あ、マジ出てきちゃったんだけど。うっそーん。あとで探しに行くね。え、どこにあんだ、あのツボ。嘘やん。そう、80%何ゲットしてる。ちょっと、カード買いに行かして。なんか、コメントでもさ、あ、確か水車だっけ、風車だっけ、あそこのところの柱が1個色抜けしてたよって言われてたし、せっかくだからそこもね、塗りに行こうか。なんか 100% にすると、なんかご褒美あんのかなとは思うんだけどね。さ、この辺り？え、向こう側だけ？え、ここなんか色抜けないよね。これ色抜けてんの？あ、色抜けてた。あ、これか。気づかねえわ、これ。ありがとうございます。ご指摘いただいた方。なんか、またなんか抜けてるとこあったらね、ぜひとも教えてくださいね。さ、ちょっと購入だけしちゃいましょうか。カード。カードね、俺分かったよ、もう全部。ね、買うべきカード俺が教えてやるよ、みんな。ね、買いたい。このカード何結局。これ知らないんだけど。叩いた敵が横に飛ぶ。あー、結構いいね、これ。結構、しかも安いじゃん、これ。結構買っとこう、これ5枚ぐらい。で、これ。これはね、絶対、ジャンプはいるから、ジャンプ中心に戦うからさ、結局。ジャンプ買っときましょう。よし、ハイアーフラワーとアイスフラワーあんまないな。よいしょ。こんなもんかな。え、なんかみんなもなんかおすすめのとか、強いのあったら教えてね、メタ。え、メタってなんかすげえ俺もう、神々なんだけどさ。よし。じゃあ、ごめんやけど今日はここで一旦終わりにしましょうか。あ、キノピオの服はね、どっかで集めなきゃいけないと思うので、また、戻って取りに行きましょうか。ね、まあ先進むかもどっちかわかんないですけど、まあうまくやっていきましょう。それではまた会いましょう。お疲れよ。じゃあない。